はい、お兄さんだけじゃちょっと物足りない気がしまして。はい、皆さんおはようございます。セノンです。先週ね、節分にと思ってこの赤鬼さん、角角一本の赤鬼さんの、まあ、マスコット作りまして、で一応玄関にねちょっと飾ってみたんですよ。我が家の玄関にいる守り神シーサーさんたちの間に入れて、まあ、飾ってみたんですけど、ちょっとねやっぱり一人だとねなんか物足りないというかちょっと寂しいので、本日はこの子と一緒に飾る、一応黄色い糸とか青い糸で赤、なんかこう青鬼さんとかね、黄色鬼さんとかいろいろ作ろうかなと、この鬼の仲間を作ろうかなと思ってたんですけれど、いやいやと、節分だし、節分で鬼さんと対になるもの、はい、福の神ですね。福の神なのでおかめ、福の神で結構ね節分だとおかめが有名なのかな、だからおかめさんが編めたらいいなと思いまして、ちょっとおかめさん編んでいこう。で白いね、こっち赤い、アクリル毛糸だったので、こっちは白いアクリル毛糸で、おかめさんといえば白くて霜膨れの顔でふっくらしててね、で目が細くって髪の毛黒くてみたいな、そういうイメージです。まずは同じ赤鬼さんの時と同じように、はい、細編み6目で円を作ります。まあね、平べったい平面のね、ワッペンみたいな形で作るんだったらもうちょっとね作りやすいかもしれないんですけど、せっかくならこのプクプクっとした鬼さんと同じようにプクプクっとしたおかみさんが作れたらなと思いまして、はい、次の段は1目に対して2目の増し目、顔の大きさはだいたい同じぐらいにしようかなと思ってますので、いやどうかな、おかみさん霜膨れてるから鬼よりちょっと顔大きめの方がいいのかな、どうしようかなですね。全然編み方も何も考えないままスタートしております。はい、相変わらずなんですけれど、ぷっくりさせたいな、ほっぺた。で次は3段目は1目に1目目は細編み1つで、次2目目に細編み2目の増し目ですね。1、2で、ここからそうかな、ここから増し目なしですね。1、2、3、4段目から増し目なしで編んでいこうかなと。でもう一段増し目なしで2段目まで編んで、ちょっと様子を見ます。はい、2段目まで編みました。でこっからおかめさんはちょっと、まあこれ霜膨れと考えて、あ、もう一段かな、ちょっともう一段編むか、もう一段編んで、結局増減なし3段、鬼さんと一緒かな、そこまでは編みますか。でここからよいしょ、ちょっと減らし目をしましょう。1個目は普通、2個目と2目目3目目で2目一度、ここまでもお兄さんと一緒かな、2目一度を2の時に2目一度で、ここからなんですけど、ここからちょっと違うのが、ここから、増減なしで1段かな2段編もうと思います。そうすると急激に減らし目しつつのちょっとひょうたん型、もう一段欲しいかな。はい、もう一段増減なしで、だ結局この増減なし部分2段編むかな。だちょっとお兄さんよりは顔が長くなると思います。ここであと綿入れてキューって丸めこう絞ってね丸くしちゃうので、先に顔をつけていこうと思います。
難しいよね。このまだ髪の毛もつけてないからバランスを取るのが難しい気がする。ピンクでちょっと細いので3号針ぐらいでほっぺた作ろう。細編み6目の円ですね。これを2つ作ろうかなと思います。ほっぺた2つで、ここで顔を作っていかなきゃいけないかなと。じゃあちょっとパーツをつけて顔を作っていこうと思います。まあほっぺたつけて、こういうところがね下手くそなんだよな。おちょぼ口つけてみたいな感じかな。もう一段、白いのもう一段いる気がします。もう一段増減なしで、結局増減なしで3段編むことになるのかな。でここで眉毛と目をつけていくと。難しいよ。おたふくさんの目こういうこれが私の思う福の神なんですけど、これに近い形になるのかって話だよね。うん、こんな感じかな。こんな感じ で全部を入れて、でここで綿も詰めてあるので、綿も詰めてあるので、はい、じゃあ頭を閉じていきましょうと。で、あとは2目一度を6回繰り返してよっ。で、あとは半目ずつ取って引き絞って顔が一応できると。で、ぎゅーっと絞ってほい、糸を始末と見事な髪の毛なかったらもうほんと怪しい怪しい人になっておりますが。で、髪の毛なんですけど、同じように円を作って円からスタートしましょう。はい、同じ大きさでやるかと。よいしょ、円にして、でこっからですね、こことてっぺんに円が来るようにして、ここからセンターで分けたい。3目が立ち上がってかな。で、長編みを1つの目にから長編みが2目ずつ出るようにかな編んでいくんですけれども、途中でこれを途中まででやめたいと思います。10目かな、本当は12目あるなきゃいけないところなんですけど、鎖編み3目で立ち上がって、そこからあのこの立ち上がり含めて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 目まで編んだら、最後違うんだ、10目までか、10目まで編んで、そしたらこう前髪がねセンターでパツンと分かれてるような感じになるかなと思いまして、でまたここから、長編み3目で立ち上がってくるっと回して、今度往復編みですね。で今2目目には長編み2目、1212で2の時に長編みが2目入るように、でこれでちょっとこうパックマンみたいな形になると思うので、これかぶせると。まあズラですね、要するにズラを作っており、ただいまズラを作っております。ズラいいんじゃないですか、このズラズラって言うなって感じですけど、またここの下にもう一段欲しいけど、あんまりもう糸がないんだよなと思いまして、なので糸、この残り糸を使ってちょっとこの本体と
髪の毛を縫い付けていきたいかなと思います。なんか目の錯覚でこれが目に見えるのはまずいかな。ちょっとまずいかな。まあ、今年のおかめさんはこんな感じで、毎年毎年おかめさん作り続けてったら上手になるんじゃないかな。はい、ちょっとね納得いかないんですけれど、ここにねもうちょっともう一段ね髪の毛つけてあげてもよかったかなと思いますが、おかめさんと言いながらこれちょっと眉毛、こっち眉毛ですからね、こっち目、ちょっと目の錯覚でこっち目に見えちゃうんですけど、こっちが目ということで。まあ一応ね、はい。はいはい。はい、鬼と、まあ一応服の神、おかめさんですね。ということで、二つ揃って、かな。これで節分のマスコットとして、ということで、今年のお飾りこれにしたいと思います。はい、そういうことで、まあ、我が家の玄関飾りの方にこの子たち置いていきたいと思います。それではまた。じゃっ